こんにちは、松本恵奈です。ですね、今日は久しぶりにルックブックを撮っていこうかなと思ったんですが、今回のルックブックは4月の新作を使って、ちょっと私のおすすめスタイリングを紹介していきたいと思います。ということで、レッツゴー！はい、まず1体目なんだけど、まず1体目に行く前にこれ。私が今着ているあのタンクトップなんだけど、これねパッドが入っていて、あのねすごい後ろが広く開いていて、1枚ですごい綺麗に着ていただけるタンクトップになっています。これはさ、もう本当にインナーとしても普通にトップスとしても着れるのでとってもおすすめです。で、まず最初はこの鍵編みのトップスですね。これね、色が本当にすごく綺麗で、色がね3色、ブルー、ベージュ、ブラウンの3色があるんだけど、私はこのブルーが一番好きなので、ちょっとブルーを着てみたいと思います。これはちょっと丈がね、あのヒップ丈ぐらいなので、インで着てもらってもアウトで着てもらってもとっても可愛いトップスになっていて、あの裾とか首周りのあの鍵編みのこの編みもとっても可愛くて、すごくちょっと細身ですっきりしたデザインになっています。ほら見て、この感じ可愛くない？ちょっとクシュってしても可愛いし、なんかちょっとあのいつものクラネよりもタイトで女らしいデザインになっています。で、肌の透け具合もあのそんなに透けすぎず、この裾のところも可愛いです。はい、こんな感じですね。で、ボトムなんだけど、上が結構タイトであのスリムなタイプなので、ボトムは今気分のワイドパンツを合わせてみようかな。それこんな感じなんだけど、本当にこのパンツはウエストがキュッとしてて、低身長の方でも楽しんでいただけるように、ちょっとね腰回りはし、あのすっきりしつつ、裾に本当にボリュームをたっぷり持ってきたパンツになっています。はい、バイバーイ。はい、じゃあ次2体目です。2体目はこれね、めちゃめちゃ可愛いんだけど、じゃーん、1枚でレイヤードしているように見えるロングトップスで、中とね外の首周りのパイピングを素材を変えて、よりねレイヤー感をしっかり出しています。ここがねすごくポイントで、着た時もめちゃめちゃ可愛いです。で、あの肉厚のワッフル生地を使っているので、体のラインを拾いにくくなってるので、こんな感じで1枚でワンピースとして着てもらってもすごく可愛いです。で、あのセンターにスリットが入っていて、歩くとね足がチラッチラッて見えるところもとっても可愛いです。こんな感じで、あと首周りもやっぱり一番ポイントになってるんだけど、すごく可愛いです。で、私はやっぱりさ、あのちょっとモードなスタイリングが好きなので、ワントーンで合わせてみようかな。こんな感じで、ちょっとさ、あのワントーンにすると縦のラインがすごく綺麗なスタイリングになって、あとはあのちょっと冬っぽいカラーだけど、あのなんだろうな、靴を白にしてカバンを白にすると、ちょっとグレーだけど夏っぽく合わせれて、とても可愛いんじゃないのかなと思います。ね、このスタイリング大人っぽくてすごく好きなスタイリングでした。バイバーイ。はい、次3体目です。3体目はこれなんだけど、このトップスもめちゃめちゃ可愛くて、あの本当にビッグシルエットで3色色展開があるんだけど、私はこの白が一番おすすめです。で、あの袖のボリュームにすっごくこだわって作ったトップスなんだけど、結構ね本当シルエット自体がすごく可愛くて、結構モード感あるカジュアルなトップスなので、結構体型とかも選ばずに皆さん着ていただきやすいトップスなんじゃないのかなと思います。このね袖がねちょっと2枚になってて、ふっくらした素材になっています。ここ結構ねしっかりしてるんだよ。はい、で背中の丸みも可愛くて、本当にお尻がすっぽり隠れるシルエットになっています。で、もちろんカジュアルなスタイルは可愛いんだけど、はい、こんな感じで女らしく合わせてもとっても可愛いところが、このトップスのいいところです。はい、
でこのスカートもねすごいシルエットが綺麗なあのハイウエストのマーメイドラインがスタイルアップ効果抜群のスカートなんだけど、本当にあのシックに見えるんだけど素材がね結構カジュアルな素材を使用しているので、結構あのリアルにすごく着やすい綺麗なスカートになっています。はい、でそうそう、これだ、これが今季私がセレクトしたペリーコのサンダルですね。これめちゃめちゃ可愛くてすっごい使えるので、あのアンクルにストラップがついてるから足首もねすっごい細く見えるところが本当におすすめで、あとはもうヒールがさ高くなりすぎてないので結構綺麗な印象なんだけど、まあ抜け感あってカジュアルな感じで履けるし、やっぱりこの前のさところもすごい可愛いのでめちゃめちゃおすすめです。はい、ということでもうこれはシンプルにモノトーンで合わせてみました。バイバーイ。はい、じゃあ次4体目ですね。4体目はね、私がもう大好きなこのハーフパンツ。これさめちゃめちゃ可愛くて、あの朝見えする素材を使用したねあのショートパンツなんだけど、やっぱ朝だとちょっとシワが目立っちゃうので座った時とかに、なのでそこはちょっと朝見えするカジュアルすぎない綺麗見えするなんかね程よいいい素材を使って、あの膝丈ぐらいのちょっと大人の方が履きやすいショートパンツを作りました。でシルエットもすごい綺麗で、丈もちょっと 長めに設定してるので、あのねブーツと合わせてもパンプスと合わせてもとっても可愛いです。でもノースリーブとハーフパンツだけでももう全然可愛いんだけど、やっぱりちょっとジャケットも羽織りたいなと思ったので、私の大好きなこのコーデュロイのジャケットを羽織ってみました。これさもう本当に色が可愛くて、やっぱ細コーデュロイですごい使いやすいし、やっぱね夏はとってもコーデュロイ着てたら可愛いと思います。であの色がイエローとホワイトなので、あの小物はシンプルにブラックでまとめてみました。バイバーイ。はい、じゃあ次5体目ですね。5体目はもう私がもう絶対に欲しいこちらのワンピース。これめちゃめちゃ可愛いんです。せーのボーン、こんな感じです。もうねこのワンピースは直線的な大きめの襟が特徴のデザインワンピースになっています。もうこの襟がとにかく可愛いんです。この形なかなかないし、あのこの襟がねあの本当にポイントなんだけど、あのボディのシルエットが結構フィットした強弱のあるシルエットがモード感を出してくれていて、とっても私はねクラネらしい一枚だなと思っています。あとこれ見て、かわいいでしょう、このオレンジ。すごい私最近めちゃめちゃ使ってるんだけど、ペリーコのセレクトしたシューズになっています。あのスクエアになっていて形もとってもかわいくて、あのこのキャメルとかの色にもとっても相性が良くて使いやすいです。はい、こんな感じ。バイバーイ。はい、じゃあ次ラストです。ラストはじゃじゃーん、クラネ定番で人気のヘビーリブの新作です。色もね3色あってオリジナルで染めているので他にはないカラー展開になっています。で今回の新作なんだけど、今回はねあのステッチに配色を効かせたディティールがポイントの1枚で、袖にスリットが入っているところとかシルエットもちょっと丈感が短くなったりとか、若干ねちょっとアップデートされていますね。こんな感じで袖にスリットが入ってたり、あとこのステッチの配色具合だったり、あとはこの絶妙なやっぱりピンク、私めちゃめちゃおすすめです。で後ろが少し丈が長くなってるんだけど、このじゃん、新色のベーシックタックパンツとの相性も抜群なので、こういう感じでちょっとタックインして着てもらってもすごく可愛いんじゃないかなと思います。でもちろんアウトして着てることもできるし、ちょっとタックインしてもらっても可愛いし、まあどっちのスタイリングもとってもおすすめです。でバッグはもうパンツの色とさこのバッグの相性がとてもいいので、こういう感じであのまとまりあるスタイリングにしてみました。バイバーイ。はい、
ということで皆さん4月のルックブックいかがだったでしょうか。やっぱ暖かくなってくるとさ、コーディネートがちょっとシンプルになりすぎちゃったり、ちょっとねのっぺりしちゃったりしがちなので、クラネでは素材感がたくさんあってコーデュロイとかかぎ編みとか1個あったらスタイリングの幅が広がるアイテムだったりとか、あとあの大人の方がすごい着やすいニュアンスカラーのアイテムとかもすっごいたくさんあるので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで今日はこの辺で、バイバイ。